皆さん、こんにちは。背番号11番、松田沙和子。背番号31番、秋元こらみです。よろしくお願いします。本日は、寮の一日を紹介していく。イエーイ。ちなみに寮生は、3番宮本真央さん、背番号11番の私と、あと背番号13番宮崎ジュリー、背番号15番馬場ひなのちゃん、背番号20番坂田美優ちゃん、背番号26番川野愛ちゃん、31番秋元こなみの計7人で住んでます。それではレッツゴー。うん、おはよう。何をしてるんですか。あ、やばい、消えないでください。今日のジュリ、今からは何の時間ですか。朝ごはんですか。おっと、朝から意識の高いジュリだ。スパイク直すだけよ。何ですか、スパイクを直すとは。えい、密着します。ジュリに密着。朝からすることとは思えない。あ、しまうだけか。地域の違いが出ました。うえ、かっこいい靴。昨日スパイクデビュー、スパイクデビュー復帰おめでとう。いいぞ、いい姿だ。意気込みを。今日の意気込みはぼーっとしない。おい、頑張れ。ノーさんのヘアセット、うわっ。ちょっと待って、やばい、攻撃的な人です。すごい、今髪が怖い。一回閉めてみます。あれ、影だけで対応。失礼します。沙和、いってらっしゃい。バイバイ。元気にするダンス。でもなんかすごい奇跡的に沙和だけに光が当たってる。ホットライト。お、いいぞ。ナイスダンス。本日の夜ご飯、珍しく下でご飯を食べている坂田美優、先日なでしこリーグ初ゴール、おめでとうございます。その坂田美優のご飯、こちら。あ、待って、まだできてないわ。まだできてないですって。ちょっと待ちましょう、しばしお待ちを。完成。こんなに小さいけどこんなにご飯いっぱい食べます。では、さようなら。
皆さんこんにちは。今日は毎日の日課ジュリエットの靴磨きを紹介いたしております。ダスダメやん。ダスダス噛むな絶対。ジュリエットはモレリアを履いています。こんにちは。本日はジュリエットに靴磨きのインタビューをしてみたいと思います。はい、ではキャスターのお花王子です。では靴磨きのポイントは。ポイント、はい、毎日磨く、そういうことです。こだわりはございますかね。特にありません。ただ毎日欠かさずやっているジュリエットです。おもろい。おもろくないかもしれない。おもろくない、うん、まあ、おもろいものじゃない、うん、じゃあミユの紹介します。いいよ。坂田ミユです。じゃあ口さんパクパクしてみてください。坂田ミユです。小学6年生です。うまい。好きな食べ物はブロッコリーです。うわーい、誰がブロッコリーやねん。最近の趣味はスパイク磨きです。もうスパイクじゃなかった、口が。なんだった。ババうるせえ、黙れ。そこだけは見事に合ってました。うまい。シャワー、やめろ。シャワー入っちゃうよ。あ、いいよ。どっち、いいの。いいよ。ごめんね、いいらしい。いいよ。え、入っていいの。いいよ。あの、服を着てていいとか。いいよ。じゃあ、いいよ。バイバイ。かわいい。いいよ。いいね。長野。